2021年、8月28日のね、佐藤修一ライブということになります。土曜日ですけどね、今日も仕事行ってまいりました。明日はちょっとね、浅南区ね、地元ですけれどもね、この災害ボランティア、少しね、行かせていただこうかなと思っております。まあ、状況が許せばではあります、現時点で。でですね、まあ、新型コロナウイルスね、本当にもう、今ね、少し感染者数自体はね、もう頭打ちにはなってるんだけども、元の感染、ね、患者さんの数が多いもんだからね、もう医療体制が逼迫して、重症になっているかと思います。そして、東京ではね、去年20代とね、40代の方がね、亡くなられるということで、もう連日ね、20代、30代、40代、まあそのどれかね、あるいはね、場合によってはね、30代、40代のこともあればね、今日みたいに20代、40代という形になることもある。とにかく若い方のね、死者が非常、連日ね、出てきているということですよね。重症の方も非常に多いと。非常に危機的な状況です。はい。だからこう頭打ちになっていってもね、もう元がね、もう多すぎるんでね。やっぱここはやっぱりね、抑えないともうね、まだね、やっぱ高止まりですよね。そういう状況が続いてたらね、またもうどんどんね、やっぱり亡くなる方も出てくる。重症の方も出てくる。拉致飽きません。こんな4000人とかね、何千人とかいれば。広島県内の今日339人ですけど、特にね、ぎょっとしたのは世羅町です。19人。ね、人口2万程度のね、小さな町で、たったのね、2万の町で19人ですよ。ね、これ大変なね、数の方がね、これ感染者数というかな、1000人に1人がね、一瞬にしてね、1日で感染したということは非常に、まあ、これ危機的なね、状況になってきていると。うん、でしかも、まあ、山間部のね、もう学校も早く始まるしね、もうこれ大変なことですよね。それからね、ということでね、もう本当ね、人のね、きちんとした給付とね、やっぱり保障ですよね、負担減の含むね、その保障をしっかりしてね、そうすることで、やっぱりね、パラリンピックも中止をしてね、もうそうすることでね、やっぱりその、やはり、人の流れをね、減らすっていうね、ことしかね、ないんじゃないのというふうにね、思いますね。ね。きちんとしたね。人流ね。うん、だから、本当に去年のね、安倍さんがやったね、10万円のレベルのこともね、今ね、してないわけですよね、菅さんね。ね。まあ、そういうね、ことですよね。まあ、ほんとね。まあ、本当ね、そういうことでね、本当ね、人のね、流れというかね、止めるというかね、で、人の流れ削減しろって言ったってね、ちゃんとしたね、給付とかね、それに対して見合う保証がなかったら、それはね、誰も、本当ね、きちんと守らないしね、パラリンピックやってたらね、それは、じゃあ、大丈夫だろうって話になっちゃうわけですよ。安倍さんの時のね、緊急事態宣言の時と比べてもね、もう、給付ね、一律給付はない。ね、それからね、パラリンピックに緩んでる。もう二重の意味でね、最初のアルファ株よりデルタ株の方がね、危険なのにね、ね、緩みというかね、こっちはね、もう、緩む要素ばっかりになっちゃってるわけですよね。うん。で、まあ、唯一ワクチンのね、接種はね、っていうのは希望なんだけど、これさ、これでも、お年寄りはね、確か非常に高いんだけど、けどもね、やっぱ若い人に接種が行き届いてね、そういう中でやっぱりね、20代、30代、40代の方がね、連日のように東京では亡くなられるという状況も出てきている。うん、もう重症の方はね、こう亡くなる方もまた何倍にもなってるでしょう。ね、本当にね、そういう意味でやっぱりね、本当こういう危機的な状況についてもね、もうこういうメッセージね、きちんとした給付と負担減をやりますとね、パラも中止します。だからね、協力してくださいって強いメッセージをね、これね、出さんといけんですよね。うん。もう自民党もさ、総裁選挙
せっかくやるんだったらね、うん、それぐらいのメッセージを各候補ね、打ち出すべき。俺全然自民党は支持しないけれどもね、それぐらいの強いメッセージね、これを機会に各候補ね、がっつりね、言ったらいいじゃない。うん、ね、うん、ちゃんとした給付します。ね、ちゃんとした交渉します。その代わりね、人の流れもね、トイレバイクとそういうのをガツンとやって、まあ、そういう方向でね、まあ、競い合ってくれるのはね、これもこれはまたね、いいのかなと思いますけどね、まあ、本当はもうね、自民党さんね、もう政権が降りてほしいんだけどもね、まあ、とりあえずね、解散になる場合はね、それないんだからね、うん、きちっとね、やってもらわないけんよ。うん、まあ、それからね、昨日はね、定例の記者会見もさせていただきました。ね、これからね、そこのアドレスの方にもありますけどね、ノートですね、ノート。ここにおいてね、介護福祉ね、労働者のね、労働条件の、ね、改善、抜本的な改善ね、これに向けてね、しっかり、ね、取り組んできた。情報の発信をしてきた。でも私重視してるのはやはりね、まずやっぱり、ね、利用者、ご家族ですね。利用者でやったご家族。そしてね、私たち労働者。そしてね、事業所を経営している皆さん。ね。これもやっぱり三位一体でね、やっぱり協力してね、このやっぱり労働条件っていうのを改善していかないともう大変なことになる。うん、本当にやってられない。うん、介護もね、福祉もね、そちらね、保育もね、本当やってられないという状況になってくる。うん、崩壊しても大変なことになりますよ。うん、本当にね、しっかりね、やっぱり抜本的に改善するとね、うん、もうね、与党も野党もね、その偉い人の方ばっかりね、向いてんじゃなくてね、うん、やっぱりその現場になっている労働者をね、しっかりにこれね、大事にしてくれないとね、うん、でそういう声はまたね、まあ、経営者の方もそうですね、そのね、本当に、利用者の方、そしてね、お子さん方ね、あるいはね、親御さん方ね、そういう皆さん方のね、やっぱり後押しってね、これをやっぱりしていただいてね、うん、やっぱりそのきっちりね、やっぱり、社会的なインフラとしての介護ね、福祉ね、保育、機能するようにね、やっぱり、皆さんとご協力していきたいと思います。で、やっぱり皆さんからもね、ご投稿もね、ほんと応募し、募集しております。ね、ぜひともね、じゃあ介護のね、労働者の立場、それからね、あるいは先ほど言った利用者やね、利用者のご家族の立場、そしてね、経営者の立場、いろんな立場からね、情報をね、一緒にね、発信していければと思います。それから、おいおいはね、やっぱりこういう、ズーム、まあ、とりあえず、ま、ズームを使ったね、会議なんかもやってね、勉強会もやっていくと。うん、そして、ま、衆議院選挙ありますか？そこへ向けてもしっかりね、情報を発信していきたいというふうに思います。力を入れていきたいと思いますんでね。ぜひ皆さんね、ご協力をね、ほんと、付してね、よろしくお願い申し上げます。それではね、皆さん、ありがとうございました。失礼いたします。